印刷紙っていうものだけじゃなくてね、っていうこともありながら新しいものっていうことに、まあ、挑戦をしたいということがそもそもにあって、まあ、いろいろ何にしようかっていう中で、まあ、社員の方と話をしながらインクジェットっていう分野っていうところへ入れてみようかという流れでやってきました。当初まあそうですね、10年前3000万ぐらい目標に始めたんですけども、まあ、全然そこまで全然いかなくて、まあ、1000万いけばいいかなぐらいのところだったんですけど、それがまあ年々、まあ、お客さんはうち営業マンがいるんで、営業マンからお客さんの方にいろんな商品を紹介していったところ、割とやってみたいとかポップとか、最初はサインポップの方だったんですけども、その仕事をまあ、やってみたいとか探してたんですよねとか、そういう話をいただいて増えていきました。そうですね、大体5年ぐらいかな、5年ぐらい経った時に、売上的にはまあ1億超えてきまして、1億、まあ、何千万っていうところで来てます。それで、まあ、年々上がってきまして、最近はちょっと横ばいになってきてしまったんですけども、まあ、2億まではいかないんですけど、2億弱ぐらいの、まあ、年間ですね、売上規模にはすることができました、はい、202台を入れ替えるっていうタイミングが来た時に、スペースの問題もあるんですけど、そこのスペースで収まる台数っていうのが EX を2台するスピードと、まあ、他のメーカーも考えたんですけど、何が一番その生産性が上がるかなっていうのを調べた時に、ちょうど600が出たっていうタイミングだったんですけど、宮脇さんの方から600出ましたっていう話、あとはウェブの方ですね、 YouTube とかその辺で広告してたので、それを見て、性能ですね、ヘッドの数とかものすごく多くて、自分の想像してた印刷のスピードの領域を超えるものが出たなと感じまして、600にしようかとそこで思いまして、はい、600でお願いしますと言いました。性能と対応力、あのサービスマンの方の対応力もそうですけど、機械に対する、不具合があった時に、未巻き製のプリンターに限ってはファームを上げてくれる、あの修正してくれるってことをすぐやってくれます。で、他のメーカーもはスピードとか見るんですけど、やっぱり同じスピードに匹敵するものはやっぱまだなくて、スピードはいいけど品質が来ないとか、いろいろ比べて一番、うちの印刷物に合う品質とスピードと、まあ、価格もそうですけど、そこがハマるのがやっぱ未巻きだったので、そこで使わせてもらおうかなと思ってます。浜松市と商工会とか、まあ、浜松市とか、まあ、町づくりの一環として、まあ一つ何かできないかっていう、まあ、会議というかそういったものがあって、まあ、そこに参加した時に、まあ、ゴジラっていう、まあ、フィルムコミッションさんみたいなんですけど、その中で、まあ、一つうちでゴジラ の立体的な部分っていうのを表現できるなっていうことで、まあ、そこから始まってったって感じです。うちのホームページとインスタグラムもやってるんですけど、そっちの方でこのゴジラがどういうものかっていうのを、まあ、動画で紹介させてもらってます。結構出来はいいかなと思いますデータいただいて自分がやったんですけど、フォトショップデータですね、結構細かくデータが分かれていたので、あの細部までここは上げようか下げようかっていうところを考えて思ったようにできたかと思います。あとはグロスインクも使ってますので、
ので、グロスがあるとやっぱり光が当たって凹凸がより目立つので、まあ、そこの目の錯覚じゃないですけど、そういう技術も使って仕上げていいものになったと思いますので、はい、ぜひお願いします。はい、今ね、まあ、それこそアクリル、まあ、形でやってきている中で、本当にどこでもできる、同じものができるっていうことは、ね、やっぱりあると思うんです。その差別化っていう部分でなかなか難しいところは、ただクリアアクリルとか、まあ、ミラーアクリルとか、まあ、2.5 とか、まあ、いろいろそういった、まあ、技術面の部分で大量に作るものが負けてしまうところはあると思うんですが、まあ、そういった特別なものに関してっていうところでは、まあ、価値ある製品を作っていきたい、提供していきたいっていうことがあるもんですから、今後、まあ、機械でできることを、まあ、いろいろまた模索しながらまたやっていきたいなと思っています。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。